おはようございます。久々にカメラマンがいないカメラでちょっとテンション上がらないんですけど、ちょっと車で一人で運転してるんですよ。それはなんで一人で運転してるかっていうと、今日ね、なんかまあいつもカメラマンやってくれてるみどりちゃんとリリーちゃんだね、がまあリリーちゃんって今大谷の部屋、会社員大谷の日常だったかなっていう YouTube をチャンネルをやって、まあ今登録者結構増えて、まあ頑張ってると思うんですけど、そっちの撮影でなんか一宮のモーニング、一宮にあるなんか愛知県ってなんかモーニングが有名なんでしょ、喫茶店で。モーニングって朝に、まあ、パンとかつくんだよね、無料で。卵パンとかで、一宮がそれが発祥で、モーニングが。でその一宮で、なんだかなんかパンが何、一塊っちゅうの、食パンみたいなやつ、あれ塊かなんかがそのまま出てくるみたいな、モーニングで無料でだよ、すごいよね。そういう動画を撮るって、まあ、言ってて、じゃあ俺も仲間に入れるやって言ったんですけど、まあ嫌だと。そのまあ女子会の動画だからね、まあ大谷の日常だしょ、なんて無礼なやつなんだと思って、俺は一人で行ってやろうと思って今向かってるんですけど、なんせ遠いわ、一宮まで。まあ1時間ぐらいも走ってる、もう1時間だね。まあ、でもまあ近く着いたんで、ちょっとカメラ回して、まあ、早速ね、ちょっとどうやしに邪魔しに行ったのかなって、まあ、視聴者が期待しようのはそこでしょ、俺に期待しようのは嫌がらせセクハラ対応を 見たいと思いますんで、セクハラを見せてあげたいと思いますが、なんか一人で喋るとテンション上がらんわ、これね。おはよう。なんで、なんでしてん、おはよう、おはようございます。なんでしてんですか。あ、一緒です。一緒のやつ。飲み物は。コーヒー。はい、かしこまりました。こちらの席使われます。はい、かしこまりました。何、俺の仲間に入れてくれるの、別に俺会社サボるのは全然いいんだけど、すいません、俺の仲間に入れてくれるのが一番嫌なんだけど、申し訳ございません。ちょっとお前あれ、お前楽しそうでしょ、化粧もして今日今日もですね、今日もか、今日ちょっといつもより濃いみよう。いやいや、そんなことない。濃い、いや、ちょっといつもより濃くね。そう、でも、まあ、最近割とこれそんなもんじゃないですか。最近ちょこちょこ化粧しようなーって。はい。そうだよ。映さないでください。NG なんで。うわ、で楽しそうじゃん。これでもすごいな。めちゃくちゃ美味しいです。みどりちゃんが探した、ここ行きたかったらしいです。はい、そう。はい。安定に美味しかったですね。安定に美味しいです。うん。ふかふかですよ、マジで。もうちょっと2人が驚くかなと思ったら、その驚きを取れんかったこと自体が俺驚きなんだけど、いやびっくりしすぎて、なんか普通のタイミングだよね、はいみたいな感じでしたよね。人のドッキリってこういう風になるんだみたいな。普通のほどで、あ、社長ですかみたいな、うわーってなるから、まさかこんなところに、そうですよね、絵になるかなと思ったんだけど、もうはいみたいな感じでしたね。なんでもんないみたいな感じでした。うっそー、マジか。女子会さんだし、よかったな。カメラの位置変えたらなんかもうお互いであれだね、そうですね、テンション上がってもらってきてるけど、ギリギリね、こっち来る、なんか3人で喋ってるから、大谷ちゃんの2人でちょっと緊張するわ。そうですね、でもね、そういうやっぱ自分で悩みとかある。いや、まあそれ悩みはもう物心ついた時から常に何かしら悩みはありますよ、それは。でも人間はそうじゃないですかね、多分、常に何か辛いこととか嫌なことは絶対あると思うんですよね、大小は多分波はあるとは思うんですけど、
なんか変に闇とか言う人もいますけど、うん、多分みんな病んでるっていうか、うん、とは思うんですけどね。実力者っぽいそういうのが真剣に考えてるから。先生、私そういう妄想っていうか、うん、なんか、うん、そういうのをぐるぐる頭の中で思考するのは好きなんで、うん、そうですね、なんか自分の感情とか、うん、感じたこととかを言語化する作業っていうのがすごい好きです。じゃあ俺もなんかさ、はい、よく言われるの。最近また特によく言われるんだけど、はい、そんなに考えとんのとか言って、はい、なんか俺はこうこうこう思うんだよねとか、で、はい、何に対してもすごい考えて、はい、なんちゅうんかな、まあ、難しい、まあ、例えばね、はい、まあ、恋愛だとするじゃん、はい、まあ、この年になって、まあ、彼女ができるんですよ、例えばね、はい、まあ、できるかもしれないじゃないですか。例えば、まあ、恋愛とかしたとして、はい、まあ、これで付き合ったらこうなるかなとか、こうなったら結婚すると、子供ができたらこの時もしどうなるのか、すっげえ考える、はい、それはね、はい、それをまた相手にその言ったりするんだけど、まあ、仕事でもそうじゃん、まあ、例えばじゃあリュウジに「あしばこう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 じゃん」ってリュウジが言うことで、はい、でお前はこういうことやってったらこう、だから先とか、なんか右左を結構考えるのが好きで、それを、はい、まあ、言語化するっていうよりは、俺人と話すのがすごい好きだから、はい、結構居酒屋でも仕事の話しかしんじゃん、俺、はい、でも見てもプライベートの話しんじゃん、はい、で俺こうしていきたいんだよね、みんなこうしていきたい、どうしていきたいのか、はい、だから似てんのが、そういうのが、ね、考えしょうっていうか、それが結構マイナス思考じゃないでしょ。マイナス思考じゃないです。まあ、うん、マイナス思考な方、その感情を考えることもあるし、うん、プラスの感情のことを考えることもあるけど、ね、別にその作業が嫌とかでは本当になくて、好きっていうか、そういうこと、うん、考えてるのは割と好きっていうか、そうそう、うん、どんどん言葉が生まれすぎて、眠れないこととかもあります、本当に。あ、本当、はい、あ、考えすぎて。そうですね、なんかもう思考が止まらなくて寝れないってこともあるけど、別に嫌な感じではないです。全然ありますよね、やっぱなんか、うん、で、俺は音楽かけて寝るんだ。はい、昨日ちょうどね、これで朝車の音楽かかったの。ああ、はい、考える、これで俺絶対に寝る前に映画見たいから、はい、それなんかもう何かに集中したら寝れない、あ、眠たくなって寝る、うん、はい、なんか布団にパッと入ったらこうして、ね、YouTube 等で企画とかがどん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 その先があるじゃん。そう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 。で、仕事モードのこの状態で帰っていったりすると、はい、ああ、わかんない。なんか、ダウンどうしたのかな。うん、なんか思いました、今。ね、なんか、はい。そうですね。で、俺はそのなんか、それがゲームとかなんじゃない、一心不乱になれることっていうか。あ、そうですね。なんかもう集中できる、そうそう、っていうことが好きっていうか。集中力があるのかね、多分。あ、そうですね。はい、俺はあんまり自分を評価すると集中力があるのかな、はい、何に対しても集中してるから、はい、その集中がほぐれないんだろうなと思って、あ、そのまま家帰って寝るっていうのができない、はい、で飲んで寝るか、まあ、飲みに行った帰りでそのまま寝れるか、はい、映画とかでもうどんどんどんってしてテレビパチッと気になると、あ、はい、で結局下で映画見とって上上がってただけでなんかこちょこちょっと考えてトイレ行ってちょっとシャワー浴びたらもう頭の中また回転し始めて、はい、うん、あれでこうで、うん、そうですね。ちょっと待てよ、はい、とか言って、はい、携帯でもビビって調べる時もあるし、ある、あります、ね、もう寝とって、はい、携帯ちょっと気になってもう調べちゃったこととかある、もう、まあ、たまに、まあ、あります、ね、あります、てるかもしれない、なんかもう本当に寝ることに集中しないと私寝れないです基本、寝ることに集中っていうかその、うん、なんだろう、なんかもちろんあんまり普通に寝れないんで、うん、なんかなんだろう、寝ることに集中っていうかなんか、うん、なんだろう、寝るぞみたいに、うん、なんか寝る、なんか呼吸法とかでなんか寝れるやってんの、呼吸法みたいな、なんでなんかね、電磁波のやつもやってるとかね、やっぱそういう、なんか寝ることに集中しないと眠りにはつきづらい、あー、わかるわ、なんか夜はですね、夜って余計なんか思考が、一日の最後なんで思考がすごくて、なんか昼寝とかは余裕でできるんですよ、もう私常に眠い人間なんで、どこでも電車でも立って寝れる人なんで、どこでも寝れるんですけど、なんか夜ってやっぱり思考がすごい活性化するんで意識しないと夜は寝れないです、なんかやっぱりそれは心理学的にもう夜は活性化するって言われてるのか、あ、それはちょっとわかんないですけど、多分でも1日あったなこととかがやっぱ反芻されるから、うん、そうだとは思います、私は。そういうことね。いや、俺はなんか俺は仕事、はい、俺は自分を分析しとった時に仕事でやっぱ集中した状態で家帰っちゃうから、あ、それも、ま、間違いないと思います。
はい、なんか本当に遊びじゃないけど、映画とかをパッて入れると、はい、本当に映画つけたら10分寝る時とか全然ある、はい、前日寝てなくても、はい、俺よくそのまあスカイランドとかからディズニーランドとか行くじゃん、はい、子供連れて、はい、前日の12時からほとんど寝てないわけじゃん、はいはい、でも運転してる時ってすっげえ考えれるじゃん、だから、はい、帰ってきても寝れないの。あそうそう、ほんで絶対映画見るの、はい、でその映画見ることが夜はめちゃめちゃイライラして、あ余裕なんでしょ、だったらディズニーランド寝んでよかったからとか、うーん、だけどその集中ガーッとすると寝れない、 でも映画見るとパッて寝れるみたいな、はい、で下で寝ちゃうとかさ、あ似てんだ。大谷ちゃんと結婚したらうまくいくかもしれない。うまくいく女性なんかこの中ではいないかなと思ったけど、大谷ちゃんと結婚したらうまくいくかもしれない。私最初の年齢がプラス10で。綺麗にかわしましたよ。最初年齢がプラス15で。ああ、そう。髪が生えちゃう、大丈夫じゃん。ああ。本物じゃないで髪。今この熱いトークに。はい。うん、賛同してくれたらぜひ大気塗装のマッチング塗装屋さんとお客さん、はい、これでも俺も本当これめちゃくちゃ考えてるの、はい、うん、さっきの話じゃないけど俺いろんなこと考えるんですよ、だから本当にこのマッチングの世界ってまだ始まって5年とかだと思うんだけど、うん、何でもそうじゃん、じゃあこのモーニングでも進化していくわけじゃん、はい、だからマッチングっていうのも今は当たり前なのが 10%20% だけど、はい、本当にこれじゃあレベルが上がってきて視聴者も上がっていたらもう業お客さんが直接業者にも依頼して間にさ業者が入らなかったら安くなるわけじゃん、はい、俺そういうのって当たり前だなと思って、うん、どんどんそういう風になっていってるじゃん、いろんなものが、ね、そうですね、だから本当にもう新しい世界になると思うんで、ぜひそれの先駆けにもう本当に500社超えてきとる、毎日のように何十社って登録してくれてるんで、あのぜひ登録の方よろしくお願いします。はい、まあ、チャンネル登録いいものでもね、あ、で、これ大谷の部屋もあるじゃん。あ、あります。それは俺参加してもいいか。あ、その何締めもあった。うん、あ、いい。じゃあこっち塗り替え道場の締めね。はい、はい、じゃあチャンネル登録、はい、してくださいね。高評価、あ、高評価ね。で、コメントね。はい、コメント、うん、こういう動画はあんま見たくないって言うんだったらもう一回言ってください。俺、違うけど、俺ね、走ってきたけど、まあでも、見たくないはどうでもいいんだよね。なんか喜ん、これに対して喜んだ言葉だけ欲しい。あ、そうです、ね、うん、はい、そうそう、それに対してもあの喜ばれたからどうじゃなくて改善が出てくるから、はい、ただつまんねえんだよこんな動画を、何の改善にもなんないから、ね、なんか改善案とか提案とかしてくれたらそうだよ、ね、いいですけど、つまんねえだけだったら勉強になんないよね、うん、そうそう、本当にその感じね。で、大谷の、うん、会社員大谷の日常のチャンネルもぜひ覗いてください。はい、うん、まあこれあの並行してそっちも撮るんでね。あ、はい、撮るんでね、はい、うん。ぜひそっちの方も見てください。はい。またねー。